ポルペモスと、ガラテアの勝利。部分、画面中央か、前景に置かれたパライモン。部分、腕を振り上げるネレイス。ガラテアの勝利とラファエロ・サンティの肖像がデザイン、されている50万リラ紙幣。ガラテアの勝利は、イタリア、世紀ルネサンスの巨匠ラファエロ・サンティが1512年頃に制作したフレスコ画である。 一説には1514年頃に完成したとされる。主題はギリシア神話の海の妊婦であるガラテアから取られており、ローマ、トラステベルのビラ・ファルネジーナのガラテアの間において、セバスティアーノ・デル・ピオンボのポリペモスの体として描かれている。日本語ではガラテアの勝利、ガラテアの勝利などとも表記されることがある。 極めて富裕な銀行家であったアゴスティーのキージは、バルダス・サー・レ・ペルッツィに移植し、ルンガラ通りとテベレ川に挟まれ、庭園に囲まれた敷地に、1509年から1512年に、かけて壮麗な屋敷ビラ・ディデリツエを建設した。この建物は後にビラ・デラ・ファルネジーナと称されるようになった。建物の完成後、直ちに絵画による装飾が始まり、ペルッツィ自身のほか 当時ローマで活動していた最高の画家たちであったセバスティアーノ・デル・ピオンボ、ソドマ、そしてラファエロらがこの事業に関心を寄せて参加した。当時、ローマ教皇ユリウス・二世の依頼でバチカンの署名の間とヘリオドロスの間の装飾も手掛けていたラファエロはビラの1階にあるいわゆるガラテアの間にこの神話の主題によるフレスコ画の制作を委ねられた。 妊婦であるガラテアの勝利に捧げられた、この作品は、長方形で、セバスティアーノ・デル・ピオンボが手掛けたルネットの下にあり、また、同じく、デル・ピオンボが手掛けた、ポリペモスの側面に位置している。建築の構造に関わる部分と、天井側、バルダスサー・レベルッツとその弟子たちの作品である。おそらく最初の計画では、このニ婦フの自責の他の場面も描いて、 壁を飾るはずだったのであろう。しかし、そうはならなかったため、2点の既存のフレスコ画は、彼女の物語の主要な出来事を描写しておらず、彼女が深刻化されていくのを、隣の中のポリュペモスは何もできないままでいる。1511年の時点では、この場面は確かに完成していたか、少なく、ともにかなり完成度が高い段階にあり、同年に出版された。 キャロの切手ビリデリオ・オーガスティにちぎ、ラベリアスの中でも紹介されていた。バルダッサー・レカスティリオーネは、ラファエルが描いたガラテアの完成度に魅了され、モデルは誰だったのかとラファエルに問うたが、ラファエルはいないと答え、ただ自分が頭の中で想像した結果だと述べたという。ラファエルは、ピエトロ・アレティーノに、口述筆記してもらったバルダッサー・レカスティリオーネへの手紙の中で、 美人を見つけ出すためには、多数の美人たちを見なければなりませんが、もし、あなた様が私と共にいらっしゃっていれば、最善の一人を選ぶこともできたかもしれません。しかし、賢明な判断を下される方もなく、美しい形も見出せず、私は自分の脳裏に思いついたものを使いました。と述べた。このフレスコ画は、かつては、 ジュリオロマーノラ女子の手が多少なりとも重要な部分に入っていると考えられていたが、20世紀における修復の際に17世紀の時点で書き直されていたことが判明し、もともとは完全にラファエロが手掛けた作品であったことが明らかになった。描かれた内容の転居とされたのは、テオクリトスの牧歌、ないしはオビディウスの変身物語であり、おそらくポリツヤーノか アプレウスの変容を経て題材が主者選択されている。このフレスコ画は少年パライモンに先導され、2匹のイルカが引く、ホタテ貝のような形状の乗り物を借る妊婦のガラテヤが深刻化される場面を描いており、周りでは海の神々であるトリトンやネルイスたちの祝いの行列が行われ、上空では3人のエロオスたちが矢をつがいながらガラテヤを見下ろしている。 ガラテイアが視線を向けている4人目のプットーは雲の後ろに隠れて矢の束を持っているがこの姿はプラトニックな愛の純潔を象徴しているガラテイアの体を左にねじる彫刻のようなポーズは1508年頃に制作されたアレクサンドリアの聖カタリナの姿を世俗的神話的文脈に置き換えて参照したものである画面の構成は 完全に計算されたものであり、ガラテアヤを中心とする踊りと渦巻くリズムが、彼女自身の体にも及んでいる。おそらく、今日では、カピトリーの美術館の所蔵となっているアフロディテのコロスを描いたバスレリーフのような古代のモデルを参考にした上で、ラファイロは、神話を取り上げた古典的表現を再創造し、あるいは結晶や、奇跡のような色調を用い、ほとんど、 非現実的なまでの色調を用いることで、古代ローマの絵画に対する深い理解を踏まえた上で、それに背を向けている。大理石のような緑色の海面の上に、ガラテアのポンペイ風の赤い着衣が立っている。風をはらんで膨らんだマントの動きは、髪の毛の動きとともに、トリトンにさらわれ前と腕を振り上げる、隣のネレイスの仕草によって強調される。 描かれた人物たちの強靭な肉体は、ミケランジェロの影響を反映しているが、ラファエロの手法のセンスと、彼が生み出す、人物像の自然さがそれを和らげており、特に、エロースたちやガラテーヤは穏やかで優雅に描かれている。マルカントニオ・ライモンディによる版画。ウルビーのようで制作された、ガラテーヤの勝利が描かれた水番。ガラテーヤの勝利は、マルカントニオ・ライモンディや、 マルコデンテによって版画が制作されている。どちらの版画も多数の複製を生み、ラファエロ作品のルフに貢献した。また二人の版画によって、本作品の図案がルフした結果、1540年頃には、ウルビーのようで本作品の図案を元にした、富裕層向けのマヨリカヤキも制作されるようになった。アレッツォの国立中世近代美術館に所蔵されている水盤は、 アレッサンドロ・ファルネーゼ枢機卿の姉、ビットーリア・ファルネーゼが、洗面器として用いたことが伝えられている。ありがとうございます。